こんにちは。東京日本橋着物を楽しむ学校、今日もスタートいたしましょう。伊藤靖子です。今日のテーマは、お着物はどんな時に着るのですかという質問をいただきました。さあ、お着物はどんな時に着るんでしょうか。正解は、お着物はいつでも着ることができます。家の中にいても、お出かけ着としても、フォーマルでも、いつでも着ることができます。昔の方はいつもお着物でしたね。でもそれではきっと満足なさらないと思います。お着物をお召しになる典型的な例を申し上げますね。お着物は親戚や職場や、それから勤め先の方の結婚式、それからお子様の七五三、卒業入学式、そして結婚式で、またお子様がお生まれになると、お宮参りから七五三というふうにおめでたいあのことが続きまして、その都度お着物が、お着物をお召しになるということが多いです。それから、まあ、式典やパーティーもありますね。そして、まあ、普段着から、普段着に着る方もいらっしゃいますけども、あんまり多くはありませんが、それからお稽古着として、お稽古着として、まあ、お茶会ですとか、お花の発表会、お習字の発表会、そして美術館や博物館に行くというのも素敵ですね。それから同窓会、そしておじさまやおばさまの還暦や古希や記事のお祝い、それから出版記念パーティー、周年記念パーティー、そうですね、それから何かお祝いの時にお召しになったらとても素敵ですね。お取引先の何十周年記念でお着物で行かれたら、どんなスーツよりもやはり喜んでくださるのではないかと思います。というふうに、あの、お着物を着る機会というのがあります。で、これはお着物の中の格や、あの、TPO や豪華さというのはこちらにあるんですけれども、反対にこちら側に、あなたのそのライフスタイルや価値観や、それからお着物を 着るのにふさわしい場面というのがあると思うんですが、この両方をマッチさせる必要がありますね。あなたにとって必要なこの場面は、着物にとっては紬なのでしょうか、小紋なのでしょうか、ということがを知る必要があります。で、それを行うためには、まずご自分のライフスタイルのを棚卸ししていただくといいと思うんです。紙にあなたのライフスタイルの中でお着物を着たらいいと思われる場面を全部書き出してみてください。何年の何月何日頃、息子の、まあ、卒業式とか、それから親戚のおばさまの、還暦の会が宇都宮のホテルであって、そこに親戚が何十人揃いそうとか、それから同窓会が来年の何月にあって、それはどこそこで、じゃあ同期の何人が集まるかしら、北海道から誰さんと九州から誰さんがいらっしゃるかしら、というようなことが分かるだけで結構ですので、分かる分だけ書き出してみてください。で、そうすると、例えば9月の同窓会となりましたら、9月というのは一重です。同窓会でしたら、まあ、紬から小紋か、まあ、場所によっては付け下げですけれども、だいたい紬とか柔らかものが、あの、小紋のことが多いですね、というふうに少し具体的になってまいります。それらを全部書き出していただいて、で、実際に、あの、この時に着たいなと思われる場面、そして、あの、を、まあ、拾い出していただくと、そうすると訪問着が必要な場面が多いのか、小紋が必要な場面が多いのかというのが分かってきます。でも結婚式に、あの、着たいんだけれども、それが訪問着が必要か付け下げが必要か分からない、それから9月と11月だけど、それが合わせか一重か分からない、
というようなことがあるかもしれません。それはそれでいいので一応書き出していただいていただくいただきますね。そしてこちらに関してもし分からなければ、これが分かる専門家の方にこちらの表を見せて相談に乗ってもらってください。でそうすると一番必要なのは、9月の訪問期というふうに なるかもしれません。でも9月の訪問着だとお召しになる機会が少ないので、じゃあ合わせの訪問着を作って9月に着るということで対応させましょうというふうにアレンジができてきます。ですから具体的にたくさん、なるべくたくさん着ることができるような場面での具体的な作り込みができるようになってきます。ということでお着物を着るということに近づいていただくことができますね。着物という約束ごとの世界とあなたのライフスタイルや価値観というものをマッチングさせるために具体的に書き出してみるという作業をお勧めいたします。それによってお着物はいつ着るんでしょうかということがあなたにとっての着る機会 の具体性という形で進んでいただけますことを祈っております。さて今日のお着物の紹介をさせてください。私は今日は絞りの浴衣を着ています。絞りの浴衣何枚か持っています。絞りってとても着やすいんですね。裾さばきが良くて柔らかくて着心地が良くて涼しくて軽いです。なので、何枚か持っております。で浴衣、絞りの浴衣はゆくゆくは寝巻きになると昔の人はよく言っておりました。浴衣で着て洗っていくとどんどん柔らかくなってまいりますね。もともと着やすいのに一層着やすくなって寝巻きにしてもいいぐらい柔らかく着心地が良くなるということです。それが絞りの浴衣です。で今日はこの、帯を締めております。半幅ではなくて中夜帯でしょうか、そういう帯を締めております。さてだんだん8月も残り少なくなってまいりました。夏のお着物をたくさん着たいですね。着てしまいましょう。そして9月の準備も少しずつしてまいりましょう。さあ今日 のこのチャンネルをご覧いただいた評価ボタンをお願いいたします。またチャンネル登録もぜひお願いいたします。それではまたお会いしましょう。